てば、芍薬、座れば、ボタン、歩く姿は、サラセニア。ふぃ、今日もいろいろ買ってきちゃいましたよ。あんた毎週末のようにホームセン行くわよね。いっそのことホームセンを別荘にしたらどうだ。なんてこと言うんですか。あれ、なんか気に障った。悪かったな。悪気はなかったんだぜ。毎週末じゃなくて2日に1回は行ってますよ。線どこにあるんだよこいつは。別荘どころかもはやホームセンの座敷わらしレベル。あーまあ確かに私の髪型座敷わらしっぽいですかね。ことごとく会話の軸がずれてるんだよな。これが言葉のドッジボールってやつか。で、今日はホームセンに何しに行ってたのよ。鉢とか底石とかいろいろと足りなくなったのでその買い出しです。あれ、思ってたよりはまともな内容だった。お前のことだから食虫植物を無限に増やすべくホームセン行ってるのかと思ったぜ。まっさか、そんなに買ってたらお金なくなっちゃいますよ。それもそうだな。で、今日買ってきたものはどれだ。はい、これです。食虫植物じゃねえか。売り場にあったのでつい。5秒前に金なくなるって言ってたばかりだろ。だから本当にお金ないんですよね。お金なくなっちゃうって言いつつ本当になくす人初めて見たわ。それにしても、なんだこれ。食虫植物が瓶に入ってるわね。これは赤塚植物園さんという業者さんが出されている植物ラボというシリーズ商品です。ふん、じゃあ早速中身取り出してみる。ドーッと。びっくりした。それ開けちゃいけません。え、開けたらダメ。瓶入りの食虫植物。え、開けちゃいけない。こういう植物って買ったらすぐ植え替えるのがいいんじゃないの。確かに霊夢さんのおっしゃる通り、ビニールポットの苗とかだったら早く植え替えた方がいいのは確かです。でもこれ、キャップのところよく見てください。キャップのところ。あ、ほんとだ、開けないでくださいって書いてあるぞ。注意マークもついてなかなかのインパクトね。でもなんで、この植物封印でもされてるの。いえ、それはこれが瓶のまま楽しむ商品だからです。瓶のまま楽しむ。どういうことだ。これ、中身は組織培養で生産された食虫植物なんですが、その組織培養のいい特徴を生かしてインテリア植物として楽しむという面白い商品なんですよ。組織培養のいい特徴。いろいろありますが、まずは水やりが一切不要なところですね。え、ハエトリソウとかは水が命じゃなかったのか。確かに普通の場合はそうです。しかしこの商品では培地と呼ばれるものに植えられています。培地、あまり聞き馴染みのない単語ね。すごくざっくり言うと、植物の成長に必要な水分や栄養がぎっしり詰まったゼリーみたいなものです。瓶の中に入っている植物はこの培地から必要な水分、栄養を吸収して成長していくので、外から水をやる必要が一切ないんですよ。もちろん虫を取る必要もありません。へえ、面白いわね。すげえ、そんな商品があるのか。さらにいいことは他にもありまして、培地は透明なので普段観察することのできない根っこの成長をじっくり見ることができたり、外界から隔離されているので病気を持っている心配が一切なかったりします。いいことずくめじゃんか。なるほど、確かに聞けば聞くほどインテリア植物向きね。でもずっと閉じ込められててなんかかわいそうだな。ちょっとくらい外気に当ててやっても。絶対ダメです。培地は植物にとってすごくいい環境ですが、それは他の菌類にも同じことが言えるんです。何も考えずに適当に開けたらあっという間に培地がカビだらけになりますよ。うげ、そりゃ勘弁だ。でも植物って成長するわよね。いくら開けちゃダメと言ってもいずれ瓶の中ギッチギチになっちゃうんじゃないの。はい、そうなったら瓶入りのインテリア植物としての役目は終わりです。あ、そこは割り切ってるんだな。あと他にも植物が培地の成分を吸い切っちゃって培地が液状になった場合も同じですね。そうなったらどうするの。そうなったらそのタイミングでようやく瓶の蓋を開け、外での栽培に切り替えるんです。なるほど、あとは他の食虫植物と同じ管理ってわけだな。そう、と言いたいところなんですが、実はそうする前にちょっと一手間加えてあげなければいけません。一手間？そうですね、ちょうどこのネペンテスミラビリスの培地が液化しているので、どうやって栽培方法を切り替えるのかお見せしましょう。いざ開封。瓶入り食虫植物の管理の切り替え方。はい、それでは早速やっていきましょう。と言いたいところですが、まず実施する前に資材を揃えておきましょう。必要な資材はこんな感じです。鉢とか水ゴケとかはまあわかるとして、チャック付きビニール袋は何？後で使うときに解説します。では早速瓶を開封して中の植物を取り出しましょう。残った液化した培地は破棄します。ほいほい。取り出した植物は水の中で優しくかつ念入りに洗浄します。ここで少しでも培地の洗い残しがあるとカビや雑菌の温床になってしまうので、しっかりと洗ってください。手を抜いたらせっかくの無菌苗が台無しになっちゃうわね。しっかりと洗ったら水苔を使って鉢に植え込みましょう。根っこを包み込むように優しく、それでも鉢に隙間ができないようにしっかりと植え込みます。まあこの辺は普段の植え替えとさほど変わりなさそうね。そうですね、
そして植え替えたら先ほどレイムさんが気にされていたチャック付きビニール袋の出番です。お、ここで出てきたわね。一体どう使うのかしら？はい、植え替えた植物を鉢ごとビニール袋に入れ、霧吹きで一吹きしたらチャックを閉じて密封します。え、せっかく出したのにまた密封状態に戻しちゃうのか？そうなんです。これは元々の瓶の中が放出度環境であったことに関係しています。詳しい話は長くなってしまうので割愛しますが、今はまあそんなものなんだなと思っておいてください。ほい。そして植物の基本的な働きとして蒸散というものがあります。植物は高湿度環境下では葉の表面にある気孔と呼ばれる蒸散を行うための穴を大きく開いているのですが、この状態でいきなり湿度の低い外に放り出すと蒸散の勢いが勝ってしまい、植物が脱水症状のような状態に陥るんです。あ、だからチャック付きビニール袋を使って高湿度環境を維持するってわけか。そういうことです。でもそれじゃいつまで経っても外に出せないんじゃないの？そこで次のステップです。しばらくこの環境で栽培して元気な状態を維持できるようならチャックを少しだけ開きます。こうして少しずつ湿度を下げていき、外の環境に植物をなじませるんです。なるほど、身近なアイテムがこんなことにも役立つのね。もし葉っぱがしおれてきたりしたら、まだその環境に慣れていない証拠なので、すぐにチャックを閉めて養生してくださいね。そっか、チャック付きビニール袋ならその辺の対応もチャックの開け閉めだけでいいから楽なんだな。つくづく有能ね、チャック付きビニール袋。こうして外の環境に慣れたら、あとは普通の食虫植物の管理と一緒です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。この辺は結構大変なのね。まあこれはこの商品に限らず組織培養株の宿命みたいなもんですね。そういや今回は3種類買ってたみたいだが、ラインナップはどうなってるんだ？今回買ったのはハエトリソウオールレッド、ドロセラスパチラタ、ネペンテスミラビリスの3種類ですが、公式ホームページを確認する限り虫取りスミレもラインナップとしてあるみたいですね。残念ながら私が行ったホームセンターでは売り切れだったようで買えませんでした。へえ、基本的なところは結構網羅してるのね。そうですね、この商品、インテリア植物として楽しむのはもちろんですが、あまり馴染みのない組織培養株に触れてみるという意味合いでもとてもいい商品だと思います。そしてハエトリソウはオールレッド、ドロセラはスパチラタと普通のホームセンターではなかなか手に入らない品種になっているのも憎いポイントですね。ん？ハエトリソウオールレッド？なんか聞き覚えあるぞ。多分これじゃないですかね。あ、そうだこれだ。あ、この前私が見つけたやつね。その子の前が気になる人はこちらの動画をご覧ください。過去動画宣伝をしないと死ぬ病気にでもかかってるのかこいつは。でもいくらなかなか手に入らないとはいえ、同じの持ってるのになんでまた買ってきてるのよ。いや、同じじゃない可能性があるから買ってきたんです。え？食虫植物って同じ品種名でも由来が違うと全く違う個体であることがあるんですよ。何それ、紛らわしいわね。そうか、だからエルラはラベルに品種名だけじゃなくていちいち由来も記載してるのか。そういうことです。今回買ってきた子はまだ小さくて特徴が出ていないので、育ててみないとどうなるかは分かりません。この前買ってきた子と同じ特徴を持つのか、はたまた全く別の個体なのか、今後の成長で判明したら改めて動画出しますのでお楽しみに。というわけで今回の動画は以上です。チャンネル登録と高評価、コメントと Twitter もよろしくな。それではまた次回の動画で。